こんにちは、 DJ SJ です。本日もよろしくお願いします。まずはチャンネル登録の方よろしくお願いします。いやー面白かった。今ですね、先ほどなんですけど、WBA、フェザー級タイトルマッチ、チャンピオンのニックボール対、ランキング13位の、ロニー・リオスの試合が終わりました。まず結果を言いますと、10ラウンド、TKO で、チャンピオンのニックボールが勝利しました。これどういう展開だったかというと、1ラウンドからもう距離が近かったですね。1ラウンドから距離が近くて、先に仕掛けに行ったのはロニー・リオスの方でした。ロニー・リオスは上からボディまで入れ、コンビネーションを入れていく戦いですね。そこでロニー・リオスの攻撃が終わると、ニックボールがほぼ上の攻撃でワンツーフックアッパーまで、まあ、返して対抗していくという形で、もうこれ最初からフィジカルと、まあ、パンチ力でニックボールが断然上回ってたんですよね。ここまでのだから圧と力の差を見せつけられると、これロニー・リオスもっと距離を離して足を使って戦った方がいいのではないかなと思っていたんですよ。だがもうそのまま3ラウンドもまでそのような展開で、もうニックボールが上回ります。ただこれ2ラウンドではロニー・リオスのジャブは入るんですよね。そこでニックボールは鼻血を出します。そして表情の方もお互い苦しい表情でしたね。だがこれ全くロニー・リオスの方も戦い方を変えずに、3ラウンドで同じようにいって、ニックボールが早速ダウンを奪います。もうこれ最初から最後までずーっとそのような展開で、まあ、ニックボールがどんどん追い込んで、フィジカルと、パンチ力で押し勝ってロープを背負わせる展開でしたよね。もう常にロニー・リオスはロープを背負っていました。もうロニー・リオスはガードをがっちりしてるんですけど、そのニック・ボールのガードとガードの合間に入る、アッパーでもう主導権を握りますね。このアッパーがほとんど入っちゃうんですよね。だからロニー・リオスはこれ近寄っちゃいけなかったんですよ。これセコンドは何を考えてたんですかね。なんでああいう風にずーっと同じような距離でやらせてたのか。もうあの練習しかしていなかったんでしょうね、これ。全く距離を変えずにずーっと同じような展開で。力で負けてんのにずっと打ち合いの距離で。ただロニー・リオスもまあ粘りますね。ロニー・リオスも粘って、まあ、ニックボールも途中疲れは見えてましたよね。そして何よりロニー・リオスのジャブは結構入るんですよ。ジャブが結構入って、ニックボールの顔も結構ね、ダメージがあるんですよね。鼻血も止まらずに、まあ、ニックボール被弾していましたよね。ただ、ロニー・リオス、ジャブしかなかったですね、ほとんど。ボディの攻撃は良かったんですけど、聞かせるまでは至らず、もうお互いにもう本当に打ちまくるという試合展開でしたよね。ただもうニックボールの方が完全に打ち合いが強いんですよ。そして7ラウンドでもニックボールが押して最後左フックでダウンを奪いました。これ2回目のダウンでしたね。だが仕留めるには至らず、そして8ラウンド目もニックボールのラウンドでした。だが9ラウンド目これニックボールちょっと休むラウンドだったんでしょうね。ロニー・リオスが一応9ラウンドはポイントもしかしたら取っていたかもしれません。ニックボールは9ラウンド若干休んでいました。だがですよ、10ラウンド、ニックボールが一気に飛ばします。仕留めにかかりますね。やはりこのラウンドも、ロニー・リオスの方がロープを背負ってしまい、コーナーでニックボールがラッシュをかけます。そして、ついに、パコーンと、はい。もうほぼ上の攻撃でしたよね。ロニー・リオスがもう、リング外に出されます。そこでもうダウンです。そこで、ロニー・リオス陣営からタオル投入。まあ、あれはタオル投入されなくてももう立てなかったですよね。ここでやっと試合終了。一応形としては10ラウンド TKO で、ニックボールの、まあ、完勝ですね。
いや、ただ完勝とは言ってもニックボール結構被弾してましたよね。あのニックボールは結構ロニー・リオスのジャブをもらっていましたね。これロニー・リオスの方はもうちょっと作戦を変えていれば勝つまで至らないとは思ったんですけど、もっといい試合できたはずですよ。あれはちょっと作戦ミスだと思いますね。なぜ明らかにパンチ力ともうフィジカルで勝てていないのにずーっとあの近い距離で戦わせたのか。あの中間距離やっぱりジャブは結構入っていたんで、作戦によってはもうちょっといけましたよね。これは陣営のミスだと思いますよ。なので今日の展開を見るとニックボール、まあ完璧なアウトボクサーには、勝てないかなと思いました。例えばですよ、階級がちょっと違うんですけど、シャクールとニックボールが戦ったとしたら、シャクールがもう完封するようにも思えました。そしてニックボールの次戦なんですけど、これがまだ発表されてないんですよ。これちょっとまあ試合終わったばかりで、これからそういう話も入ってくるかと思うんですけど、WBA フェザー級1位には先日勝利したフルトンがいますね。ニックボールの次戦はフルトンになる可能性は高いですよね。ただニックボールはもしかしたら統一戦の方に行く可能性もありますよね。これニックボールは統一戦で戦うのは、WBC のレイ・バルガスとフィゲロアの勝者ですよね。あのトップランク勢とはまだやらないと思うんですよ。一応フェザー級では今 IBF と WBO がトップランクなんですよ。トップランクはトップランク同士で統一戦が進んでいくんだと思います。そしてニックボールの方はおそらく次はフルトンかなとは思いますね。これフルトン作戦によっては、勝てる可能性もありますね。もうフルトンはまあ、近距離で打ち合いには付き合わないことですね。もう近距離になるならもう本当にクリンチに行くぐらいの作戦で行かないと、ちょっとやっぱりフィジカルとパンチ力は武器ですよね、ニックボールは。フルトンがこの穴をつけば、ニックボールを空振りさせて、フルトンがポイントで持っていける可能性もありますよね。今日はニックボールは、まあ、ガードとガードの合間に入る、アッパーが良かったですよね。このアッパーをフルトン陣営は、どう攻略するかですよね。あれだから止まっちゃいけないですよね。足を止めるとあのアッパー絶対入ってくるんで。まあ、フルトンは足を動かさなければいけない。ニックボールの地元、イギリスのリバプールで行われたんですよね。これ、すごいですね。これ、客が結構入ってましたね。1万人規模ぐらいの会場だったんですかね。もうかなり盛り上がってました。もうニックボールは地元のスター的な存在に見えました。いやー、それぐらい、だから、盛り上がってたんで、これ、だから次も、フルトンとやるとなったら、これイギリスなんじゃないですか？今回がだからクイーンズベリープロモーションですよね。これはフルトンはちょっと、アウェーでの戦いになるかと思います。いや、フェザー級はね、もう今年動きますよ。今日ニックボールが戦いました。そして12月は、まだ発表待ちなんですけど、WBO の方で、ロベシー・ラミレスとラファエル・エスピノサの再戦がありますよね。これが10月11日。一応入札となるわけですよね。まあ、ここで多分決まると思うんですけど、これ試合日が12月ですよね。そして WBC の方、レイ・バルガスとブランドン・フィゲロアの暫定チャンピオンと正規チャンピオンの統一戦ですよね。これがおそらく、デイビス対ローチのアンダーになると思うんですよ。なので12月で一気に動きますよね。おそらく来年からはフェザー級統一戦が進んでいくのかと思います。まずは今日勝利した、ニックボールの次戦ですね。フルトンになるのか統一戦を待つのか注目していきましょう。そして今フェザー級のチャンピオン全員が井上尚弥と戦いたいと言っております。もう井上尚弥選手が階級を上げるともういきなりタイトルマッチになるかと思います。いや、誰が井上尚弥と戦うのか、いやー、これも楽しみですよね。ということで
また続報を期待しましょう。それでは本日はここまでとなります。これを聞いて良いと思ってくれた方はチャンネル登録、あと X と Instagram、 あと自分がサブチャンネルでゆるく行っている、キックボクシングと MMA を特集している格闘言いたい放題ラジオの方もよろしくお願いします。それでは以上です。ありがとうございました。